30日ダンスチャレンジ14日目です。今日は音楽に入る前に先に動きの説明をします。見る方によっては今日の3分間ものすごく長く感じるかもしれないので、もし座って見てる方がいらっしゃったらですね、一緒にやってみてください。今日は全く激しい動きはしません。いつもやってる体重移動、この揺れる動作ですね、これを1曲まるまるやっていきます。意識してほしいのは、呼吸と音楽を聞くことですね。画面の、右上に数字と矢印出しておきます。例えば8の右だったら8かけて右に移動する、左になったら左に移動する、4だったら4かけて移動して1、2、3、4、4かけて移動する、2の場合も一緒ですね。1、2、1、2。昨日の動きが、どうだとしたら今日は正の、動きになります。すごくしっかり呼吸をして音楽を聴いてやってみてください。でまたですね、終わった後に少し感想を聞きたいと思います。では音楽でやっていきましょう。それではやっていきましょう。リラックスしてくださいね。呼吸を意識してやっていきましょう。8でいきます。 I'm a mess. Don't know how I got here, but I'm blessed. Didn't know it'd take me past my destiny. You're behind me with the rest. Cause I'm a mess. No more you.I'm old news in your rearview mirror. It must be nice you went and got a penthouse. All your friends party and it's real loud. Brand new money with a brand new chest. Still a baby bird fries straight off the nest like could only get better. I need it more than ever. They
ダンスチャレンジ14日目お疲れ様でした。どうでしたか今日は。何かちょっと変な感じじゃなかったですか。今日やった、ただ揺れるだけっていうことなんですけども、多分、見てる人みんなではないと思うんですけども、見てる人からするとすごく心臓がバクバクしたりとか、あ、動きたい動きたいとか、なんかちょっと気持ち悪い感じになった人もいるんじゃないでしょうか。僕が思うに、ダンスってすごくなんかキレッキレの、あのステージで見るような踊りだけじゃなくて、音楽を聴いてどういう風に踊るかはそれぞれもう皆さん100人いたら100通りあっていいと思うんですね。僕が、このチャンネルをして初めてですね、やっぱりあのダンスやってみないって言った時に、やっぱりあ、僕運動神経がないからとか、やっぱりそういったことを言われることがよくあったんですけども、僕はあの思うにダンス運動神経例えばなくても音楽をが好きな人って本当に多分ほとんどの人が音楽が好きだと思うんですね。この体揺れるだけでも僕にとっては踊ってるんですよ。他の人から見るとそんなのダンスじゃないって思われるかもしれないですけども、自分の中で音を聞いて音を感じてただ揺れるだけ、やっぱり見てる人からするとやっぱり、あ、もっと動きたい、僕はもっとこんなことがしたい、でも例えばこういうことをやってて本当に自分が踊りたいと思っているその感情を抑えてコントロールしてゆっくり踊るっていうこともすごく大切なんだと思います。だから今日やったのは少しメディテーションに近いですね。自分をコントロールして、もしかすると動きたいって思った人もそこを自分のその踊りたいっていう気持ちを抑えてあえてゆっくり踊るっていう、ただ揺れるだけっていうこともですね、ちょっと今日はやってみたかったなと思いました。ちょっとなんか何やってんだ、急になんか変なことをやったなって思われるかもしれないですけども、これも僕の中でダンスと思っているんで、一度はやってみたかったです。ということでまた明日からは普通に戻りますので、今日は腕立て伏せ100回やっていきます。ではいつも通り早送りしていきますので、また90回あたりでお会いしましょう。